今日はこちらで昼ご飯買おうと思います。どうもブラックマックチャンネルのマックです。さあ今日はですね、お昼ご飯のコーナーですね。車中飯ということで、まあ買ってきたお寿司がね2人前あるんですけど、ママンと一緒に食べたいと思います。ただお寿司食べるだけだとちょっと寂しいので、お味噌汁をね、このケトルを使って作って食べたいと思います。ちなみに先ほど画像にもあったかと思うんですが、こちらで買ったお寿司です。とってもねいいネタがあるんで買ってきました。それではケトルでお水を入れて沸かしてお味噌汁を作りたいと思います。で電源はまだこっち来てないので、お腹が減りましたね。ネタがね、いいんですよ。これが680円のですね。で、こちらが少しいい値段、1000円。こんな感じです。これね。半分ずつ分けて食べようかなと思ってます。仲良しなんでね。シェラカップを使ってこれで醤油差しにしようかなと。でこのマグカップこれで中に味噌が入ってるんですけど、お味噌汁を作りたいと思います。ちなみにこれね、撮影してる車内なんですけど、家の庭です。車止めてるとました。はい、これ不安定なんで気をつけてくださいね。車中飯って言ってもほとんど作ってはいないんですか。大丈夫です。それでは食べましょうか。せーの、いただきます。何からいただきますか。赤身、ガリ、いい、うん、で私こっちの白身魚、うん別に言ってほしいわけじゃない。あれ、おしゃれ入ってるよね。うまい。
私もイカ、イカはイカがイカにファンだねなんだっけそれ、うん、しそがいい、時間によってはお寿司全品100円引きとかですよね。昔おかんにも言われたな、それいくら
こうです。いや、私これで終わりかな。普通じゃなくていいの？十分。ママが全部高いもの食べてママのお寿司屋なんで。うん、うまっ、うまっ、カリスピだね。だけうまい。お酒好きなの。あー、美味しかった。とっても美味しかった。これ一番しかったです。うん、足りる。もう十分。とってもあるよ。いやー、もう十分。辛い。ママが食べ終わるまでしばらくお待ちください。ゴミの処理をしてます。ごちそうさまで。完食して。卵を膨らめる。厚さ同じだったよね。うん、こっちが厚く見えるけど、こっちがいいんですか。卵ありがとう。うん、暑いね。暑かった。こっちの方が暑かったね。最後はやっぱり中トロ。うん、中トロかそれ。中身じゃない。どこだった？書いてあったよ。なんか寝たが遅すぎて、うん、マグロが、うん、喉にへばりつくのね。危ない。寝た瞬間を終えてないと。これ必要じゃなかったね。やべりね。はい、お味噌汁もはい、美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは今日の動画をこの辺でおしまいにしたいと思います。無料でもらったセブンさんから無料でもらった緑茶です。これを温めて上がりをね、上がりとしてね、飲もうかっていう。そしてその後はやっぱり上がりいいですね。閉まんないね。あ、いいね、緑茶で閉める。おじいちゃんおばあちゃんみたいな。お水じゃないとこういうケトル壊れちゃうよとかそんなのないもんね。初めて分かんない。ちょっと食べたら眠気がきたな。眠気がいいね。曇ってるからね、寒いし。何？外は気持ちよくなかったね。あ、そう。そう。うん。もう車の中あったかい。お蕎麦
さんが配達に来てたね。あ、本当。あ、いいね。どうですか。いや、ちょっとお酒。熱いよ。いただいてみて。これ熱すぎるかな。でも冷めやすいね、そのスーラーと。ね。うん。なんていう素材だっけ。下、あ、でも下はすごい熱い。下、うん、すごい飲みやすい。ここただ熱っ、熱いよ。あの、飲むと気をつけた方がいいよ。うまい。でもコップで飲みたかったかも。あ、え、おいしい。おいしいんだけど、コップで飲みたかったかも。しまった、これ目が。確かに、お寿司食べた後。お茶でその音。ああ、美味しいね。美味しい。おやすみなさい。じゃあ今日の動画はこの辺でおしまいにしたいと思います。お疲れ様でした。うん、少ない。あら、こんなにあったのかな。